山中は寄ってきましたけどね。よかった。無事に、ほうまきの宿もゲットできたし。飲むのもね、やっぱスーパーなんでね、全然ね、値段安いですからね。麦茶も、ね、麦茶にしたか、麦茶か。58円、68円。やっぱりいいですよね。ちょうどお弁当も半額になっとったんで、夜食の確保もできたんで、もう万全ですね。よーし。これで山田もぐもぐも確保ですよ。もう万全です。順調に戻っていきましょう。よしよし。ちょっと何か入ってよし。よし。はい、はい。でもあれ買ったんだったらもう、あ、しょっちゅう待ってさ、ぶっちゃけ東海行ったから下湾岸で帰ってもいいかなって気がしてきてはいる、でも9時なんで23号線で帰ってもまあまあまあそんなにまあまあまあ、もちろん瀬戸湾岸使った方が早いですけど、そんなに、めちゃくちゃべらぼうにっていうね、あれでもないですからね。23号線も多少消えるようになりますからね。
お、来た。外向きに来たか。これもなかなか。珍しいあれですよね。カタカナでとどめきですからね。まあもうこの辺りも名古屋なんでね。何だってありますからね。夜までね、遅くまで開いてる店も多いですから、ギナギナと帰っていきましょう。